ビジュログをご覧の皆さん、どうもこんにちは。俺たちが子供ドラゴン大発見、見てる？ということでですね、はい、今面白いの見ちゃった。何？子供ドラゴンですってなったじゃん、カネがずっと、あ、嘘。何がどうしたの？分からなかった。あれ、肩外したの？肩外しちゃったの？すごいゆっくりな動きだったね。ビジュログさんのために肩外したね。そんな感じでですね、はい、7月8日に僕たちはなんと2枚目となるフルアルバム下克上リリース決定しました。おめでとうございます。ありがとうございます。なんともね、物騒なタイトルをつけちまったってやばいね。今こうやっていろんな人が見る映像の中でね、なんていう発言をしてしまったんだと、深く、お詫び申し上げます。そんな感じでですね、はい、ここからちょっとしっぽりと送っていきたいんですけども、ちょっとモードでもう声も大きすぎたんじゃねえかって今ビクビクしてるから、ごめんなさい。何に怯えてるの？誹謗中傷の嵐。本当、もう無理無理、もうやめてくださいそういうのってことでですね、はい、まあ今回のね、新しいアルバムはまた、今までとは違った音楽をね目指して、他の、まあ、自身の楽曲と被らないように考えて作り込んだアルバムになっております。はい、激しいものからノリノリなものまで、はい、本当他のバンドでは真似できない音楽をね、さらに磨きかけた、一枚になっておりますんで、はい、ぜひぜひそちらの方を楽しみにしていただけたらなと思います。そしてですね、アルバムリリースといったらその後すぐに来るのが何だい？ワンマンツアーでございます。わ回っちゃう。もう子供ドラゴンっつったらね、土佐回りだよ。もう夏の土佐回り。ダンボールをこうやってね、はい、ダンボールを運んで、そうもうダンボール一つでね、ダンボール一つにもういろんな入ってきた。もう見ませんでしょ、僕のダンボールないってないないみたいな、楽すぎ。本当にね、ライブがね、なんたってメインのバンドなんで、はいはい、初めての人もそうじゃない人もね、楽しめるような、うん、ライブを展開してますんで、ぜひぜひたくさんの人に足を運んでいただけたらなと思います。はい、そのツアーファイナルがですね、9月5日、はい、赤坂ブリッツでですね、はい、ツアーファイナルを迎えますんで、僕らとしてはまあ2回目の赤坂ブリッツということで、前回のファイナルに引き続きソールドアウトを目指していきたいなと思ってる次第でございますので、ちょっとでも気になった人とか、もう行くよっていう人はね、一人でも多くの友達を誘っていただいたりなんかしちゃったりしてね、今回の、まあ、ワンマンツアーもね、はい、最高の思い出になったらなと思っておりますんで、はい、どうぞ応援よろしくお願いします。そんな感じで子供ドラゴンでした。じゃあね。バイバイ。